キャンディス・ミシェルは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー、ディーバ。ウィスコンシン州ミルウォーキー出身。アメリカのプロレス団体 WWE に、所属していた。現在はフリー。10代の頃からモデルとして、雑誌やテレビなど様々なメディアに出演する。その中には、ヌードモデルやポルノ映画への出演も含まれる。2004年に行われたディーバサーチで最終の10人には、 選ばれなかったが、その後 WWE と契約を交わす。契約直後は、試合以外で何度か、RAW に出演していたがその後トレーニングを、重ね試合にも出るようになる。2005年6月に、スマックダウンに移籍するが8月に、RAW に戻り、トリー・ウィルソンやビクトリアと共に2005年の、ディー・バサーチの優勝者のアシュリーをいじめるヒールキャラとなる。 その後、トリッシュ・ストラタスや、ミッキー・ジェームスがアシュリーにつき抗争を繰り広げる。2006年になると、トリーと仲間割れし、ビクトリアと共にトリーと対立する。7月には、ビクトリアと対立し、ベビータームする。その後、リタなどと抗争するが10月27日の RAW で負傷し、戦線離脱する。2007年のニューイヤーズ・レボリューションで復帰し、 ミッキー対、ビクトリアの女子王座戦で、ビクトリアに加勢しようとしたメリーナをマリアと共に排除し、ミッキーの王座防衛をアシストする。1月22日の RAW でミッキーと組み、復帰戦を行いビクトリアメリーナ組に勝利する。復帰後は、メリーナと交想を開始し、6月のベンジェンスでメリーナから女子王座を奪取する。 その後は何度か王座を防衛するが10月の WWE ノーマーシーでベスフェニックスに敗れ王座を失う。10月22日の RAW で鎖骨を骨折し、欠場する。2008年の2月18日の RAW で復帰する。3月17日に復帰後の初試合を行い、復帰戦を勝利で飾る。しかし試合中左肩を負傷し、またも 欠場となる。レッスルマニア24に出場が決まっていたが怪我のため、アシュリーが代理で出場となる。そして9月1日の RAW で復帰し、復帰戦で勝利する。10月のノーマーシーで女子王者のベスフェニックスに挑むも、王座ダッシュとはならなかった。その後もベビーとして活動する。2009年になってからは、試合より、 バックステージの映像や他の D ーバのサポートといった形での出場が多くなる。その後足首を負傷し、出場が予定されていた4月5日のレッスルマニア25の D ーババトルロイヤルには優勝者へのプレゼンターとして出場する。その後追加ドラフトでスマックダウンへ移籍が決定するが移籍後スマックダウンに登場することなく6月19日に解雇される。 WWE 所属時は、ディーバとして活動する傍らプレイボーイの表紙を飾ったり、テレビなど様々なメディアに出演するなど、WWE 以外での活動も盛んであった。ありがとうございます。